にぎわいの像にぎわいの像は、東京都台東区上野の雨メ横町にある、石像である。にぎわいの像所在地地図1987年、東北、上越新幹線の上野駅乗り入れ、及び、周辺道路のカラー舗装化完成を記念して、設置された。東京都台東区上野4丁目7番8号、雨横中央通りと、雨横中通りの交差地点に設置されている。 この位置は、アメ横センタービルの先端に該当する。制作者である、関高幸は、アメ横とは、目と鼻の先に位置する、東京芸術大学大学院の彫刻専攻を、終了の後、当時は、助手として、同大学に勤めており、地元の縁で像の制作を引き受けることになった。関によれば、像は、賑やかさをイメージして制作したもので、猫やタヌキではなく、 人間を表したものだという。1991年には、像の台座部分に、新幹線上の駅設置を実現した、地元団体の活動を称えるプレートが、台東区町名で設置された。また、2009年には、イラストレーターの小沢清氏により、像をギガ化したキャラクターが作られ、このキャラクターをあしらったキャラクター製品が、アメ横商店街連合会によって販売されるなど、 新たな展開が行われている。フジテレビ、月9ドラマ、ガツの恋人、ムーンラバーズ第2話にて、二宮誠恵美と龍衆名が、アメ横で待ち合わせするシーンは、賑わいの像の前で撮影され、オンエアでも背景に映っている。商売繁盛をはじめとした祈願することがある。ありがとうございます。